日々の教えは、福沢諭吉が、子息一太郎と捨次郎の兄弟のために、一日ごとに書き与えた教訓集。正式名称は、日の教え。福沢諭吉は半紙を四つ折りにした帳面を作り、1871年10月14日から11月にかけて、毎日一つの教えを書いて、一太郎と捨次郎の兄弟に与えた。 二人にはそれぞれ同じ教えを与えたが、一太郎に与えた教えには追加のほいがある。以下、福沢諭吉選集、第三巻収録の、日の教えからの引用を含む。慶応義塾大学名誉教授の小泉青具は、1871年10月27日の、教えに、キリスト教の影響が見られると解釈して重視している。それは、1871年には、 キリスト教の不教は解禁されておらず、1873年から解禁されたからである。慶應義塾福沢研究センター顧問の桑原三郎は、福沢が神様という言葉を使わず、ご都度という言葉を使っていることに注目している。その理由として、日本には800万の神々がいた。だから、唯一絶対のこの世の造物者という意味でのゴッドを、 日本の神様という言葉で表すわけにはいかなかったと説明している。昨日支援2編では、ご都度という言葉の代わりに、天童様を使って説明している。天童様の起き手と申すは、昔々その昔より、今日の今に至るまで、少しも間違いあることなし。麦をまけば、麦が生え、豆をまけば、豆が生え、昨日根は浮き、土の船は沈む。決まりきつたることなれば、 人もこれを不思議と思わず。されば、今、良きことをすれば、良きことが向く日、悪きことをすれば、悪きことが向くふも、これまた天道様の起手にて、昔の世から、町が、ひしことなし。しかるに、天道知らずの馬鹿者が、目の前の、欲に迷ふて、天の起手を恐れず、悪事を働いて、幸いを求めんとする、ものあり。子は、土の船に乗りて、 海を渡らんとするに同じ。こんなことで、天道様が騙さるべきや。悪事をまけば悪事が生えるぞ。壁に身のあり、襖に目あり。悪事をなして、罪を逃れんとする中で。慶応義塾大学名誉教授の小泉青具は、日の教え二編の、お定めの掟手に、プロテスタントの区別における、モーセの十回の第一回、第五回、第六回、第八回、第九回。 第10回に、ほぼ相当するものがあると解釈して重視している。慶応義塾、福沢研究センター顧問の桑原三郎は、日の教えの中で、桃太郎が、鬼がしまえた殻を取りに行ったことが、けしからぬことであり、物だろふは、盗人のも言うべき、悪者なりとされていることを注目して、桃太郎を盗人論と名付けて重視している。そして、福沢が、 桃太郎盗人論を述べた背景として、日の教えは、いわば、学問の進めの幼年版ともみなすべきものであって、一心の独立のためには、他人の独立も犯さないという考えが、前提にあり、桃太郎盗人論になったのでありましょうと、説明している。ものだろふが、鬼ヶ島に行きしは、宝を取りに行くといへり、けしからぬことならずや、宝は鬼の大事にして、 しまいおきし者にて、宝の主は鬼になり、主ある宝を、わけもなく、取りに行くとは、物だろふは、盗みとのも言うべき、悪者なり。もしまたその鬼が、いつたい悪き者にて、世の中の妨げをなせしことあらば、物だろふの勇気にて、これを凝らしむるは、花は良よきことなれども、宝を取りて、うちに帰り、おじいさんとおばのさんにあげたとは、ただ欲のための仕事にて、卑劣千万なり、 さらに、桑原三郎は、福沢諭吉と桃太郎、明治の児童文化、1996年2月、ISBN4 から766406214という本を表している。日の教えの特徴は、一般に公表する目的で書かれたのではなく、家庭内で読まれるために家訓として書かれたところにある。そのため、 福沢の生前に出版された福沢全集には収録されていない。慶應義塾編纂福沢諭吉全集には第20巻に収録されている。また、文章は子供にわかるようにほとんどひらがなを使って書かれていて、漢字は少しだけ使われている。元々の文章には句読点はなく、引用文の句読点は編集者が付けたものである。ありがとうございます。